えー、本日2023年、えー、4月の、えー、24日、えー、国連や、えー、アメリカや、えー、ロシア、イギリス、フランス、中国、インドなど、えーまあ、エシロン、えーまあ、富岳も同じ機能があると思うんですけども、日本の政府も含めて、えー 春山整骨院の連中が、淡井啓介に2010年から、えー、2022年までにかけて、えー、絡んできた、えー、私が撮影した動画がなくなってるんです。で、それは私の、 記憶違いかもしれないんですけども裁判所に束1束2束3束4として提出したと思うんですがえその時に動画も提出してると思うんですよだけども物事が動いてないで家の中から最近、えー、令和5年、えー、か 第485号の裁判を4月上旬に、えー、提訴しました、訴訟を出しましたで、追加の書類を今どんどん出してるんですけれども、次々と。で、えー、自宅に相手が抵抗してきたときに何々法の何々第何条何々で、えー、対応するというような、あのー、内容ね。 えいくつか、えー、記載してた紙があったんですよえー、それは台所のテーブルの上に置いていたのであって早々、えー、そうそうどこかに行くものではないいろんな箇所も家の中探し回りましただけどもない確実に誰かは不法侵入していますで、えー、そのあれは生骨院の絡んできた連中に関して僕は2年がかりで撮影してましたその、えー、画像の、えー、動画の、えー まあ、ギガバイト数ですけどもトータルの動画のギガバイト数が100ギガバイトほど、えー、ありますでそれらが、えー、SD カードの中に保管していたんですけどもそれもなくなってるで、えー、これが今の現状であっていろんなことがバレたら困る連中が多分不法侵入をして、えー、消してると それが警察内部にいる、えー、可能性がある検察庁とか、僕がもともと暴力団員だったとするのであれば、違いますよ。暴力団員ではないですよ。もし自分が暴力団員だったとすると、情報とかを確実に得るために、警察官とかに多分させると思います。その暴力団の上層部の人間だったとしたらね。で、検察庁とかに紛れ込ませておいて、とあの例えば兵庫県警とかね。 それで、あのー、情報操作をしたりとか、淡いケースを精神病院に入れて、何もかも封じ込めをしようとしていた。未来であいつは何もかも暴こうとしていると。それを恐れている連中。それは 議員の中とか、経済界の中とか、公務員の中でも絶対いますよ。キャバクラとか、性風俗とか、えー、特に銀座の高級クラブ、あんなところお金持ちしか行けません。該当するのは国家公務員、公務員、東証一部、二部上場のある程度の給与を持った社員、こういった人間しか行けません。金額が高いんでね。 全部はっきりさせますよ。世界中の政府の皆さん、先ほど名前を述べた、えー、国の皆さん、本当にご協力お願いします。今回の裁判で、春山整骨院が絡んできてる、その内容とか、全部あげてください。テレビ局の利権とかも絶対絡んできてます。それで絡んできた連中もいっぱいいます。事実、ジャニーズに何人かいました。名前が分かっているのは桐山ぐらいです。 えー、関西ののジャニーーズのグループだったと思います今、えー、風間くんの声で、ちっていうあの声を電波で聞かされたんですけども、多分本人の意図は違うと思います。それは正すべきだと思います。彼の性格上ね。まあ、髪の毛染めたりしてるところが彼の、えー、悪いところではあるんですけども、それは早急に直しなさい。ジャニーズの人間全員います。全員、海洋共本違反です。そんなことしてたら、世の中持たない。 水がきれいな方は魚が繁殖しやすい国連に継承してもらってます2年後ほどから肉魚類に関してどうなるかわからない危機的状況に陥ってくるかもしれない先進諸国は少子化だけでも発展途上国は人口は伸びてる今世界全体的で見ると人口増加傾向で100億人に達してから横ばいになるんじゃないかという え見立てなんですけども先進諸国は極度に少子化に向かいすぎているこれ早急に解決しなかったら法改正とかを行っても多分10年ぐらいはなかなかその法律は伝わらないそれでよく分からないまま今まで通りに間違えた内容で動いてしまう人間が続出するのはもう目に見えてますここ10年で一気に立て直しますよそれしなかったら日本も後戻りできない状況に確実になります中国もロシアももう間違いないです出世率見たら もう日本なんか今1.27、韓国なんか今0.8、韓国なんか2045年後以降、えー、2045年ぐらいか65歳以上の人が50%を超えます。100年後なんか多分7割超えますよ。出生率どんどんそれでも下がってるんですよ、0.8とかに。結婚したくない、あの子供産みたくないっていう人、えー、コメントいっぱいテレビのニュースで流れてます。もう社会全体みんなは状況分かってない。子孫を残さなかった本当に無理。本当に滅びるよ。 本当に先進国から順番に。本当に今そういう状態です。国連の皆さん力貸してください。絶対この裁判所に、あのー、今回の県の裁判に情報を上げてください。春山生骨院の連中とか絡んできてる情報とかね。で、あり、淡いケースら有馬警察に何回も通報しに行った内容を徹底的に各国で役割分担して、えー、今、えー、日本の警察署内も、えー、見える顔しています。ね。 透明化しています中の有馬、えーえー、警察署で僕は何を言ってるのかとか全部、えー、警察官が聞いてた記録出せるはずですから警察官正さなかったら無理警察官も仕事正直舐めてる分もありますからヘラヘラヘラ警察署で僕は通報しに行った時に笑い事で笑ってる連中いっぱい見てますからあんな状態になったらもう真面目に仕事してない状態に変わるから無理思えないから言われたこと自分たちも一生懸命メモしないから。 全力尽くしてないこんな状態じゃ無理。暴力団側に押されてしまう。巻き返さなきゃならない。みんな本気になって、多少のことは若いで僕許すから、警察官の人たち。もうここで線引きして、全力で取り組んでください。以上。